ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、タイの北部、ピッサヌローク県の県庁所在地ピッサヌロークにある、仏教寺院である。一般にワット・ヤイとも称される。ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、ピッサヌローク市内の西側を流れる、ナーン川にかかったナレースワン橋の東岸に位置する。その面積は、57,600平方メートルとされる。 プラプッタチンナラート礼拝堂内地元において、ワットヤイとして知られるワットプラシーラッタナーマハータートは、1357年に、スコータイの王リタイにより創建された。17世紀初頭、アユタヤ王朝のエーカートスサロットの統治時代に、仏像には、金箔が施され、寺院はその後、ラーマ五世やチャクリー王朝のラーマ旧世により、発展した。 クメール様式の東道寺院は、プラプタチンナラートと称される、金色の仏像で非常に有名であり、それは、大国内で最も美しい仏像であると、みなされている。その仏座像は高さ3.5メートルで、王マハータン・マラーチャー4世の統治時代に、鋳造された。金色の仏像を安置する、大きな礼拝堂は、1756年に、王、 ボーロマコートより寄進されたラデンで装飾される大きな中央入り口を持つ。礼拝堂の後方には高さ36メートルのクメール様式の塔道があり、階段を通じて行くことができる。塔道には仏通車が収められていると言われる。寺院の敷地に位置するプッタチンナラート国立博物館にはスコータイ時代の美術品が数多く収蔵されている。 祝祭が毎年1月寺院の敷地内でプラプタチンナラート市などが行われる。また10月の第1週目の週末にはピッサネロークドラゴンボートレースが寺院の外を流れる川で開催される。ありがとうございます。